伊東市のツツジの名所小室山公園ではおよそ10万本のツツジが今見ごろを迎えています。小室山公園の園内にはおよそ1万5000平方メートルの敷地に40種10万本のツツジが植えられていて、今ちょうど見ごろとなっています。いやー、綺麗ですね。青空が広がり、初夏を思わせるような陽気の中、多くの観光客が鮮やかに咲き誇るツツジを楽しんでいました。トンネルになっていて気持ちよさそう。感動します。ドキドキしました。この時期に合わせてきたんだよな。ツツジに合わせてきました。天気も良くて、ツツジも綺麗で最高です。例年大型連休に合わせてツツジ祭りとして開催していましたが、今年は10日ほど早く見ごろを迎えたこともあり、ツツジ鑑賞会と名称を変更し、時期を早めての開催となりました。伊東市小室山公園のツツジ鑑賞会は来月7日まで開かれていますが、市では早めの来園を呼びかけています。